時使ってもええかなりいいお値段だったけど、今からエントリーが？たっギリギリだな。二人で出るのか？いや、俺だけ。二人でお願いします。推薦してもらうの私でしょ？だったら私も出る権利あるよね？じゃ、お二人さん、地下の控え室へ進んでくれ。思ってたより降りるね。どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。クラウド、緊張してる？いや。だって口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。おい、こっちだ。急げ。眠らない都市ミッドガン。中でもひときわ輝くキラ星、ウォールマーケット。あなたの欲望を受け入れ叶える街、ウォールマーケット。あまたの誘惑に目移りすることなく集いし皆様、ようこそお越しいただきました。ご安心ください。今宵世界で最も熱い場所はウォールマーケットのまさに今、ここ、地下闘技場で間違いありません。優勝賞金はなんと100万ゲル。ルールはたった一つ、相手を叩きのめす。旋風の紐で打ちのめす。勇者だ。知恵道博士、舐めさせた者だけが、最後まで立っていた者だけが賞金と名誉を得るのです。さあ、地に植えた野獣どもが放たれる瞬間を今か今かと待ち望んでいます。大変長らくお待たせいたしました。異種格闘デスマッチ、コルネオ杯を開催いたします。なんだかすごいとこに来ちゃったね。ああ、あんたたちか。どうしたの、その顔。少しばかり金が必要になってよ。前座試合に出てみたらこの有様さ。あんたらもやべえところに足を踏み入れたな。悪いことは言わねえから、さっさと逃げた方が身のためだぜ。クラウド、エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。逃げる気ないよね。コルネオからの差し入れさ。何でも飲めば立ちどころに元気になるんだと。飲んでおけばこんな結果にならなかったのかもな。よかったらあんたたちにやるよ。どう？ドロッとしてる。へえ、私は飲まなくていいかな。準備はいいか？
せいぜい死なねえようにな。さて、次はなんとカップルでの出場だ。なんたる場違い。しかも初参戦。いけつかない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に帰れるのか。クラウド&エアリスの入場です。さっさと負けろ。入れ入れ。デートのついでかよ。姉ちゃん、しっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い。今宵のリングも彼らの食卓となってしまうのか。本日はデザート付き。滴る赤、こぼれる姫、暴飲暴食猛獣ブラッディーテイストの入場です。助けて。人じゃないの？はぁ、素人か。人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだよ。さあ盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか。皆様、まばたき厳禁でお願いします。それでは1回戦第4試合、レディーファイト。先手だ。ルールが曖昧すぎる。ああ、次はちゃんとしてるといいんだけど。いや、期待するな。用心していくぞ。もうおしまいだ。クラウド、エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。次の試合までしっかり休んでおくんだな。運よく勝ち上がったな。ただ次はそうはいかないぜ。準備はいいか。ま、
無理はしないことだな。続きましては準決勝第2試合です。まずは初戦をあれよあれよとすり抜けたラッキーカップル、ふざけんな空気読めよ、クラウド&エアリスの入場です。廃墟からの刺客、盗んだものは数知れず、アウトローの町から弾かれたアウトロー、皆様お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場です。あの人たち、お前ら、こいつはいい、ここで会ったが100年目ウラビ、腹させてウラビ100年 ?100 年も経ったか、うるせえ見やがる、え、なにおっと、これはどういうことだ。どうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですね。え、ずるい、ここはルール無用の闘技場、コルネオがいいって言ったらいい、やーやーオッケーが出てしまいました。わー、めちゃくちゃ、だぜに無勢、ここに極まる大乱闘が予想されます。皆様見失わぬよう決して目を離さないでください。それでは準決勝第2試合レディー、よかった、仕掛けだった、調子に乗る、果てろ、なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、私がもんだからね。それにあの手
視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この町じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。かけるか。はあ、変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたらまたお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。アニアン様、あの殿方、美しいですね。ねえ。次、決勝だね。ああ。浮かない顔してる。相手がまともに来るとは思えない。うん。でも、ここまで来たらあと一歩。二人で頑張ろう。クラウド、エアリス組、まもなく決勝が始まります。入場ゲートまでお越しください。お前らマジで強いな。うちに来ねえか。恐れ入ったよ。まぐれじゃなかったんだな。決勝戦準備はいいか。俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりをみんなで大いに盛り上げようではありませんか。おう、まずは小柄ながら並み居る強豪を華麗になぎ倒し大いに盛り上げてくれました驚異のカップル、マダム・マム推薦クラウド&エアリスの入場です。調子に乗る。
杯の頂点に立ったのはなんとクラウド&エアリスチーム。ご愁傷様。ふん。あら、意外とおとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ったのに。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だから面白いんだ。でもそれ裏も表もないだろ。じゃあな。さてと、賞金をいただこうかしら。そのことなんだが、マムすまない。コルネオさんからの指示でもう一試合行うことになった。ああ、それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんたふざけてんのかい。コルネオさんの指示だ。これでティファを助けられるね。その前にマダムマムだ、服を用意してもらうんだろ。うん。喜んでるところ悪いね。残念だけどもう一戦やってもらうよ。どういうこと？あんたらは盛り上げすぎちまったのさ。白熱する試合に客の賭け金も膨れ上がった。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。つまり？コルネオが推薦する最後の敵を倒してようやく優勝になるってわけさ。話違う。それは私が言いたいよ。こうつくばりめ、くそ。でも仕方ないのさ。この町ではコルネオがルールだからね。ただ次勝てばさすがにコルネオだって渋らないだろう。観客が黙っちゃいないさ。次が最後だな。そう願いたいね。俺も長いことここにいるが、こんなことは初めてだ。正直興奮している。ああ、やってくれちゃって。マジであんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。準備はいいか？もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか？そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エアリース。しますわ。地下闘技場のさらに地下、地中深く封印されしモンスター、今解き放たれる。我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。
ただの家じゃないようだ。謎多き悪魔の家 VS 最強カップル、これほどシュールな対戦が今まであったでしょうか。ありません。あるわけがありません。歴史に刻まれるのは確実でございます。よそ見、まばたきは厳禁でお願いします。それでは最終決戦、レディーファイト。さあ、ついに始まりました、コルネオハイスペシャルマッチ。やっ、あまたの強敵を退けた実力派カップルに対するは、あまたの強敵を誇りし悪魔の、一体勝つのはどちらなのか、熱い戦いを見せてくれ。ヘルハウス、これは苦しそうだ。早速弱点を見抜かれてしまったか。お、ヒントはあの色。ずーっと乗ってゲームとしか言いようがありません。最強カップルに降り注ぐ大量ミサイル。さあ、どう切り抜ける。やっ、えい、やめた。最強は今一度
しいカップルを引き裂く椅子の雨。先輩、ワンクロワセの一番にふさわしい荒れ模様です。さあ、どう切り抜ける。激しい攻防が繰り広げられております。一瞬たりとも目が離せません。雰囲気ヘルハウス、一体何を企んでいるんでしょうか。ゆっくり休む。苛烈な攻撃も何のその、鉄壁の守りが再びカップルを追い詰める。三秒後を食いろ。タグハが立ちません。遅くのタイムの始まりだ。奇跡の生還だ。しかしこのダメージは大きい。エアリス選手、まともに食らった。これは痛そうだ。じゃあ決まった。さすがのクラウド選手も大打撃か。なんという衝撃、ひとたまりもありません。おっと、ついにこれが本気の一撃。当たったらひとたまりもありません。叩き切る。あまり効いていないようですね。二人の愛を試さんと容赦なく家具が降り注げ。激しく燃え盛り、後には何も残しません。クラウドチームナイスセーブ。ヘルハウスの動きが止まった。息の合った。あんたが目をつけるなんて、気になるのかい。いたいた、探したぜ。マムからあんたらにって伝言を頼まれてよ。よくやった、後でうちに寄りな、だってよ。あのさ、よかったらまた試合に出てくれないか。
今回みたいなでけえイベントは稀だけど、いつでも何かしらはやってるからよ。ぶっ飛ぶこの威力、かなり安全、間違いなし。数量限定だからお早めに。すごい大会だったな。指定席取った価値があったわね。だからないだろう。出たら盛り上がるもんな。すげえよお前たち。憧れちゃうぜクラウド。何の子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 ライス大盛り。だね、お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね。なんでも屋を名乗ってる割に五番街じゃなんにもやってなかったようだね。世の中なめんじゃないよ。普段の行いが人の価値を決めるのさ。せいぜい似合いのドレスを用意させてもらうよ。さてと話はここまでだ。着替えたら街の外には出られないけど、始めちゃっていいかい？そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね。その間あんたは女面じゃできないこともあるんだろ。今のうちに遊んできたらどうだ。思ったよりこの町に馴染んでるようだし。安心しな、あんた一人で時間が潰せるとは思っちゃいないさ。男のことは男同士、サムに話をつけておいたからね。勝手に話を進めるな。煮え切らない男だね。せっかくの機会さ、そのふぬけた男っぷりもついでに叩き直してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ。そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお。じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。覗くんじゃないって言ったろ。あんたいい度胸だね。ちょっと着こよ。
よう、マムから話は聞いてるぜ。女連れでチャンピオンになっておいて、今度は女の留守中に夜遊びとはな。は？残るなって。どうせマムにケツでも叩かれたんだろう。ま、確かに兄ちゃんはなんつうか腕っぷしは強いんだろうが、どうにもな。あ、この機会に一発の男としていろいろと経験を積んどくのも悪くねえだろう。守りたい女がいるならなおさらだ。ちょうどあんたにぴったりの話がある。どうだ、乗ってみるか。ただの暇つぶしだ。その息その息、頑張ってこいよ。なんでもや。クラウド君、よろしい兄ちゃんが何の用だ。エクササイズジムダンダンダン。トレーナーの G なんだ。突然で申し訳ないんだけど、うちの会員と一勝負お願いしたくてね。本気ですかボス。こんなピヨピヨ君一瞬でむしり潰しちまいやっせ。やる前から決めつけるのは良くないな。じゃあクラウド君、準備ができたら声をかけてくれ。勝負する気になってくれたかい？ふん、干からびた中スタンクのごとき筋肉で俺に挑むとは。後悔するなよピヨピヨ君。無駄口を叩かない。勝負の方法はこのジム伝統のスクワット対決だよ。じゃ早速始めるよ。覚悟はいいな。うん、その調子だよ。いい感じだね。このまま続けていこう。素晴らしいね。美しいフォームを合わせてくれ。素晴らしいね。その調子だよ。いい感じだね。このまま続けていこう。美しいフォームだ。素晴らしいね。その調子だよ。いい感じだね。素晴らしいね。その調子だよ。美しいフォームだ。このまま続けていこう。美しいフォームだ。悪くない。貧弱な筋肉しか持たぬピヨピヨに。筋肉は量じゃなくて質だ。ではそうやって見た目で人を判断する、その慢心が君たちの弱さでありクラウド君に負けた理由だ。この子たちの目を覚ましてくれてありがとう。巻き込んですまなかったねクラウド君。君はもうこのジムにとって兄弟も同然だ。体を動かしたくなった時はいつでも遊びに来て、一緒に素晴らしい肉体と精神を手に入れよう。うわぁ、食べ始めたら止まらない。